SBS ラジオ55ワイドラブラジ。今日も鉄 100% でお送りします。鉄チャンネル。SBS ラジオ超ド S。今聞きたい静岡の100人。さあ時刻は3時を回りました。はい、杉原哲と長谷川玲子がお送りしています。SBS ラジオ55ワイドラブラジ。鉄チャンネルの時間なのですが、はい、もう今日は楽しみにしておりました、スペシャルゲストでございます、はい、今を超えようとチャレンジを続ける静岡ゆかりの人々100人のメッセージをラジオから発信しようということで、うん、広く推薦をいただき今聞きたい静岡の100人の選出を行ってまいりました。はい、今日はその中のお一人スタジオにお越しいただいております、はい、彫刻家の前島秀明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、こんにちは。こんにちは。まずはじゃあプロフィールの方からお願いいたします。そうですね、もう皆さんすっかりおなじみファンの方たくさんいらっしゃると思いますけれども、前島秀明さん、1939年静岡市生まれの現在76歳でいらっしゃいます。全くの独学で彫刻制作を始め、うん、少年期青年期に自身が体験した数々の出来事から木に命を彫る木彫の道を決意されました、うん、1977年のニューヨークでの個展の後、六大都市をはじめ全国各地で個展を開催。人間の内面を探る温かな視点とさまざまな喜怒哀楽を表現する作品で独自の芸術を確立されました。また1993年には初のヨーロッパ展をパリで開催。1998年には御殿場市の御殿場高原時の住処に前島秀明美術館が開館し、今や日本を代表する木彫り作家のお一人、さらに深く生きることを見つめた創作活動を意欲的に続けていらっしゃいます。もう静岡の方ですとね、はい、葵タワーに空を舞う大きな作品があることでもご存知だと思いますけれども、はい、私が行くお蕎麦屋さんにも先生の作品が飾ってあって、そう至るところでね、目にしますけれども、このね、ちょっと短い時間なんですけど、ね、いっぱいお話をお伺いしたいので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前島さん、7人兄弟の長男としてお生まれになったそうなんですけど、うん、はい、お子さんの時はどんな子供さんだったんですか？まあ、兄弟の長男だもんですからね、親代わりって言いますか、まあ、いいお兄ちゃんだっただと思うんだけど、皆さんの面倒ね、お子さんだった、日本中のどこもがそうなように、うちもひどい貧乏でね、お茶屋をやってたんですけど、はい、まあ、それ失敗しちゃったもんで暗い話なんですけども、非常に貧乏の中で育って、まあ、そんな生活でしたね。そうですか。その頃から絵を描いたりとかはされてらしたわけですか？もう絵は夢中で描いてましたね。美術がお好きだったんですかね？そうですね、まあ、新聞紙だとかそういう白い画用紙っていうのがないもんだから、それにクレヨンとかクレパスで絵を描くのが一人でできることで、いつでもできる趣味っていうかできることだったもんですから、まあひっきりなしに描いてるっていうような生活の中で一人で何かを探してたんでしょうけどね。お金がかからずできるようなことっていうことなんでしょうかね。でも幼い頃からまあ絵は描いていらっしゃるにしても、はい、その絵を描くという平面からまた何かを掘り出すような作業、はい、立体的なものに興味が移ったのっていうのは何かきっかけがあったんですか？大きなきっかけありましてね、京都の三十三間堂がきっかけなんですけど、太陽の清盛が作らせたというね、すごいお堂なんですけど、その中に仏様がずっと十一面観音が並んでますよね、あそこへ16から17になる途中の時に連れてっていただもらったんですよ。でそこで見た感激、感動、ショック、そういうようなものがね、3次元こう自分がこう描いてた絵は2次元だと、はい、3次元にする立体の凄さっていうのにびっくりしましてね、芸術っていうか美術っていうのは人の心をこんなに豊かにし、また勇気づけ、慰め、楽しませる、
もしかしたらこういう仕事に人生をかけられたらいいなと思ったのが、その2次元から3次元に変わった時のショックでした。16歳で京都がきっかけだったんですね。そうです。そうなんだ。ただでもその時にね、すぐ木彫り作家を目指そうっていうのってすごく難しくないですかね。難しいそうですよね。それはもう後から分かったことなんですけどね、はい、今で言うとあのオリンピックスタジアムを建てるような何千億円ってかけて、その当時平安時代に作ったお寺のわけでしょ、はい、集団の作業で作ることで個人の力でそんなもんできるわけないわけなんだけど、うんうん、そのところが無鉄砲にね、仏様を作るとか、うん、立体彫刻を木で作るっていうのは、素晴らしいなって思っちゃったわけですよね。もう最初から木で行こうって思われたわけですか。いや、そうじゃなくてですね、うん、彫刻素材っていうのは、はい、あのプラスチック、それから金属ですね、うん、ブロンズっていう、それから石、うん、石ね、石膏ですね、はいはい、ゴムだとか、はい、木だとか、はい、そういうのがあるんですけども、はい、あのその時はいろいろやってましたね、手元にある安い素材からね、うん、なるほどね。いやでもそれで例えばね、うん、はい、食べていくとか、はいっていうこともやっぱり同時に考えますよね。お仕事としてできるかなとかっていうことっていうのは、まあ16歳17歳だったら考えなかったんですよ。あんま考えないですかね。バカだもんですかね。いや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 、そういうこと考えない頃があるじゃない、うん、そうですね、うん、ありますね、もうあります。ちょっとギター弾けたりドラム叩けると ね, ねドラマーになろうとか本当にミュージシャンになろうと思っちゃうじゃない、うん、高校生とか、うん、だからその夢中になるのはその頃で、うん、だから良かったんだね。じゃあアルバイトとかされて、ええ、お仕事されて木彫りとかをされてたんですか。そうですそうです、もうやりましたやりました。うん、お仕事も随分たくさん、仕事は8個ぐらい変えて、まあ建築現場からタクシー会社から自動車会社からビル清掃会社からデザイナー、印刷所、様々にこう変えてって、うん、夜は夜でどっかでアルバイトやって帰ってきてから彫刻の仕事するもんだから体壊しちゃってね、それでもストレスから、まあ、大きな病気しちゃったんですけど、ね、なんか随分若い頃にしかもご病気されたってちょっと伺いましたけど、24から5ですよね。若いですよね、まだ体力がある若い盛りですけど。十二指腸潰瘍で開腹手術というデータがありますけれども、はい、胃を摘出されたわけですか。全部取っちゃったわけじゃないんですけどね、うん、3分の1ぐらい残してあと摘出したんですけど、はい、まあでも入院しててみたら、ええ、あの今でいう悪性腫瘍とかっていう人たちが部屋の中で6人部屋だとすると4人くらいがそうだけど、僕ともう一人富士の人だけがね、うん、あの単純な潰瘍だったもんだから、2週間ぐらいで退院できましてね、うんうん、で帰ってきてみたら空は綺麗だし水は美味しいし、うん、姉ちゃんは綺麗だしね、姉ちゃんも綺麗だし、ね、綺麗だ、まあまあ、いやでもそう、でもやっぱご病気さ、ね、病気とかをすると、ね、その後こう、ね、そうなんですよ、そういろいろね、あの自然とかね、きっとそういう動きも分かります。退院した後の姉ちゃんの綺麗さ、あら、はい、それでその姉ちゃんを掘ろうと思いましたか、木で。あ、そこはそこまでではなかったですか。僕はじいちゃん掘ったんですけど、失礼しました。はい、生きてるっていうことは、うん、生かされてるっていうことは、前島お前に何かやれと、うん、誰かが、まあ、神様でいうか仏様が何かをやる仕事があるんだからね、他の人たちみたいに悪性腫瘍でなくて、うん、残してくれたんだろうなと思ってけなげに考えたわけ。はい、それでじゃあ何をやったらいいだろうなって考えた時に、いろいろやってた中に木だと思ったわけね。木は神様が作ったもので、はい、神、木の中には神が住んでらっしゃいますよね、うんうん、それで人間に与えてくれたこう素材がいろんな形になって生きるんだけど、あったかいし生きてるわけね、はい、このあったかな素材でもって生かされてることの喜びを掘ろうと、これだっていうことでもうひたすら木ですよ。はあ、今日初めてお会いしましたけど、うん、
前島さんから木の香りがするんですが、そうなの、すごくいい香りがするんです。カレー臭じゃないですか。全然すごくいい香りがするね。本当にってそう思うでしょ、うん、いい香りがする。本当に木の匂いがするんです。木の中にずっといらっしゃるからですね。いやそれ職業の匂いで、魚屋さんはそういう匂いがついて当たり前だし、うん、お医者さんはやっぱクレゾールの匂いがついちゃうし、今その背広のポケットに木が入ってるわけじゃないですよね。そうじゃないんだけど、木の匂いがする。そうなんですよね、うん、それがすごく ね、心地いいですね。愛おしい、愛おしいって言ったら失礼なのかもしれないですけども、すごい素敵ですね。四六時中触れてる時間が多いからね、木に、そうですよね。で木彫って言うんですけど、僕たちのジャンルは、石を彫るの石彫とか、で、粘土でこう作ってブロンズに作るロダンみたいな彫塑って言うんですけどね、で木彫っていうのは最後までその作家がこう、手で触れてる時間が長いわけ。ガラスとか焼き物は釜の中に一回流して入れますよね。 その時は離れますよね。それでブロンズにもブロンズにする場合、ブロンズ屋さんに出します場合、離れますよね、だけど木のものはずっと触って、まあ道具をこっちで使いながら大体使いますでしょ、だからものすごい長い時間木に触ってるもんだから、やっぱどうしてもシャワー浴びても風呂入っても恐れ入りますが、そういう匂いがしちゃうのかもわからない。素敵です。先生が木のせいみたいですね。なんかね、前島さんがね、木のせいっていう本を ね、木のせいたちをね、拝見するとね、この表情、ね、おじいちゃんとか女の人とかお子さんとかをね彫ってらっしゃるんですけども、表情を見るだけで、なんかなんつうのかな、ものすごく涙が出てきそうになるっていうか、それで、それで喋りそうなんですけど、これどういう、どういうことなんですかね。どういうことなんでしょうね。僕もよくわかんないんだけど、よく皆さんおっしゃっていただきますけどね。あとなんかすごく眉毛がものすごく気になるの。どんな顔を見ても眉毛がなんかすごくポイントになってるような。いろんなね表情があるんですけども、やっぱ顔、人間の顔と心はやっぱりつながってる、一番わかりやすい大きい線でつながってて、考えてること、思ってること、悩んでること、苦しんでること、そういうのはどうしてもやっぱ顔に出ますよね。そうですよね。特に眉毛は実は感情を伝えるのは目じゃなくて眉毛だっていう方がいますもんね。なるほど。僕の作品はね、悩んでる人を悩んでるままに彫らないの。悩んでこう考える人みたいに悩んでるじゃなくて、悩んでる人を元気づけたいわけ、悩みを取ってやるような表情を作りたいなと思うから、そのおじいさんが笑ってるわけ。あ、そうか。そうなんですね。いやあとさ、あとさーってすいません、一生の夢かもしれませんが、目の不自由な人たちのための木彫り美術館を作りたいという夢をお持ちっていうことがここに書いてあって、手のひらに触れる木の彫刻って、もしかしたら目の見えない方のためにあるのかもしれないっていう。そうですね。怖い。それは今もそういうふうに思ってますけどね。写真とか見るともう本当触りたくなっちゃう。そうなんです。本当に、ね、触っていたくなるというか。ほっぺをつっつきたくなったり、頭撫でてみたくなったりするんです。とっても可愛い、ね。そうですよね。幸せになりますよね、見てるとね。なんだろう。すいません、ちょっとその希望に。作品の話をしてしまったんですけれども、で先ほどの話に戻りますと、その、大きな病気をされて、転機が終わりになって、やっぱり木だというふうに、木ということになって、その再開されるわけなんですが、木彫りの作品を、で、認めてもらうまでというのは時間がやっぱりかかったわけですかね。33歳の時に初個展ですか。そうですね。美術品っていうのはものすごい時間がかかるわけ、作るに、2ヶ月3ヶ月かけて1個作るでしょ、と給料2ヶ月分ぐらいになっちゃうわけよ、作品が。だから高価になるんですよね、何でも、だから高くてか売れないなっていうことなんだけども、芸術わかる人なんていうのはいないんですよ。子供しかいないんですよ。子供だけ。子供は芸術がわかります。でもニューヨークやパリとかでも個展を開催されてるということなんですけども、やっぱそこでもお子さんとかの方がどうなんでしょう。それもちょっと知名度が上がってからだ、上がってからの話ですか。有名になれば別です。有名じゃない人の美術品を見てね、わかるのは子供だけ。中学生ぐらいまでの。
だけど子供は買ってくんないじゃん、買うお金がないじゃん。で、買ってくんないと次の政策ができないじゃん、うん、でご飯食べれないじゃん、うん、また十二所会になっちゃうよ。いやそういうもんだから、うん、その大人で経済力があって分かる人を探さなきゃなんないわけ。はあ、そうするとね、すごい難しいもの、僕に限らず、今あの芸大を出てきて絵を描いてるボンビーガールの人たちいっぱいいますよ。でその人、うん、はい、その人たちも自分の作品を認めてもらいたいんだけど、なかなかそういうチャンスがないわけ。そうですよね。さあ前半ここまで伺ってまいりましたけれども、はいね、一度コマーシャル挟みまして、はい、この後ね作品作りについて、そして現在のね、もうちょっと詳しく、はい、お話を伺ってみましょう。はい、今日のゲストは彫刻家前島秀明さんです。 SBS ラジオ GOGO ワイドラブラジ、ラブラジライフ。さて時刻は3時17分になろうとしております、はい、ラブラジの水曜日、このコーナーはラブラジライフの時間なんですけれども、今日はスペシャルゲストでございます、はい、彫刻家前島秀明さんに、お越しいただいています。ね、やっぱり芸術の道は大変だというお話がありましたけれども、ね、はい、現在76歳、はい、前島さん、あの今もなお、精力的に制作活動をされていらっしゃいますが、現在はあのどんなことに取り掛かっている時間が多いのでしょう。今はですね、あの10月1日からやります寸東郡清水町っていうのがあるんですけど、柿田川があるところです、はい、あそこの清水町と清水町の教育委員会が主催してくれましてね、前島秀明柿田川展っていうのをやるんですけども、時空を超えた、木彫芸術でいいんですかね、そうですね、木彫り芸術前島秀明展柿田川、はい、10月1日から10日までなんですけども、その制作に没頭してます。あの夏とか夏場は忙しいとか秋がどうとかってそういうのはあるんですか。そうそうです、夏はやっぱり忙しいんですか。芸術の秋って言いまして、だから秋に向けて、うん、秋になっちゃ間に合わないじゃんだから夏バレリーナとかピアニストなんか大変なの夏は、もう夏中かけてレッスンしてるから暑いの、秋に向けて、というじゃあ今お忙しい中すいません、本当にで僕もおこがましいんだけど、その仲間入りでね、あの夏は忙しく、毎年夏はものすごい忙しいです。うわ、秋になっちゃうと逆に割とあのもう終わってるからね。あ、そっかそっか、日程に出す人とか新制作出す人とか全部秋に集中してますから、夏は汗だくじゃないでしょうかね。そっか、であのたくさんの作品を生み出されてますけれども、うん、はい、この花咲く夜姫という作品にすごく思い入れがあるというふうに伺いましたけれども、はいはい、これはどういう作品なんですか。この花咲く夜姫はね、古事記とか日本書紀に出てくる富士山の御神体の日本を代表する女神なんです、女性のね、神様ですね、うん、はい、でそれを制作しまして、あの4年前の11月22日に、あのダライラマ法王が、はい、静岡をおいでいただきまして、はい、この写真があるんですけど、ダライラマが富士山をバックに、すごい写真ですね、これがこの花咲く夜姫ですよね。そうです、とスリーショットになってる写真があってパンフレットが、でそこで除幕をしてくれたんですけどね、で布をかけて赤いテープでこう引いて初めてお耳にするの除幕って言うんだけど、チベットには除幕っていう習慣がなかったらしくて、法王様は除幕っていうのを始めたらしくて、なんかすごい興味深かったらしい。なるほど、ね、ダライラマさんにとっても、ね、素晴らしい経験だったと、ね、思い出深い作家活動55周年記念のこの、前島さんの、ま、でそれは今ですね、あの静岡市葵区の靴の屋っていうところにあります。靴の屋、はい、靴の屋っていうところは何か意味があるんですか、その地名。水を書いて下に火という字を書いて谷って書いて靴の屋って言うんですけど、はい、わかります。靴の屋っていうのはあの木の花咲く夜姫がそこで靴をお脱ぎになってね、足洗い、上足洗い、下足洗いってあるんですけど、はい、足洗いっていうところで足をお洗いになって、まあ次女が洗ってくれたんでしょうけど、それで浅間山へお登りになったっていう伝説に基づいてできた地名なんです、靴の屋、上足洗い。で、精神信用金庫さんの
今度新しくできた靴の屋支店が、はい、あるある流通通りと北街道の交差点のところに大きなお店ができましたけど、はい、そこに常設展示してあります。そうなんだ。銀行だから今の時間ではもう終わっちゃってますけども、またあの静岡ゆかりの神ですからご覧になってください。高さが2メートルある見事な作品です。2メートル、おお、大きいですよね。さっき80センチの熊の木彫りのね、話してましたけど、リスナーさんがね、買ってきたって話なんですけど、2メートルのこの花咲くや姫。でもあのそういった大きな作品も含めて、はい、その木を彫る前に例えばなんかデッサンをしたりだとか、はい、どうやって作品を、ね、作っていくんでしょうか。作品に入る時木はまずどっかから持ってくるんですか。こだわりの木というのが それはもう適当な時に仕入れて倉庫にバーって積んであります。たくさん、はいはい、作ろうと思ってから買いに行っては間に合いませんし木の種類っていうのは何でもいいんですか。何でもいいことはないですけど、主にクスの木、トチの木、ケヤキなんか使いますね。杉とか、樹齢のある数百年経った広葉樹なら大体何でもいいですが、それのいいとこを取りまして乾燥させておくとこから木の宝石みたいになっちゃうの。で、製作の工程は8工程なんですよ。はいはいはい。最初ってこういうものを作ろうなっていうのは頭で浮かびますよね、はい、で考えて考えて構想して、はい、それをデッサンにするわけです、はい、ここが2次元です、はい、それは絵に描くんですね、場合によっては大きいもんじゃ数百枚描きますけども、だいたい数百枚前から横から後ろから、真上から、真上からも描くんですか、設計図に近いものを描くわけです。そして小さなものだと10枚ぐらいですけどね。でそれを2次元を3次元に起こすために粘土で原型を作るです。まあ粘土でます、油土っていうあの油土っていうあの彫刻用粘土なんですけど、それの原型の2分の1のものを粘土で作ります。これは僕に限らずどの彫刻家もそうなんです。もう平安時代鎌倉時代からそういう作り方をしてたわけ。でそのできました2分の1の粘土原型を木に移していくわけですね。そこで木が出てくるわけです。でこの木にしようかなっていうのは初めからもう大体は決まってますもんですから、それを持ってきてそれを今度は1分の1に拡大して掘っていくわけです。で最初木取りって言って大きいに粗くこうのこぎりで切って大まかなこう形ができますよね、はい、それで6工程目ですね。であとはのみっていうので持って、のみでこうトン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 こう掘っていって、はい、るというそこは荒掘りっていう工程です、前から後ろから横からその原型を見ながら掘っていくわけですけど、で荒掘りが一番大事で面白い楽しい、細かいとこよりも、細かいとこよりも細かいとこはもう作業になってくるから、こういうもんができる時が面白い。でこれを今おっしゃった こう細かくしてきますよね、指紋だったら爪ができたり指が関節指紋まで行くんですね、そうか。小さいのは指紋はないですけど、木に指紋がこうあるようになってるから。あ、そうですか。でその後にその彫刻刀とか小道具っていうのを使って、小鼻であったり鼻の穴であったり、二重まぶたであったりですね、から目尻のシワであったり、そういったようなものを彫っていく工程があって、で最後に仕上げがあるわけ。総仕上げの漆を塗ったり金箔を貼ったり、あるいは素地でやる場合はちょっとあのアイラインみたいなものを引いたりですね、表情をつけてってよりその木が生きていくわけです。で命が出てくるんですかね。そうです。いやー、僕らがこれをやめられない理由はね、それお伺いしたいですね。今朝経験したんだけど、それはあの清水町に収める柿田川っていう作品なんだけどね、はい、始めた時は僕が支配者の木に対して、木を僕が支配してる、で転がしておけば木のデクですよ、塊ですよ。でそれ何日も何日も何ヶ月も続くでしょ。2ヶ月ぐらいこう経ったある日ね、後ろ側に置いてあったその作品がね、僕を支配する日が来るわけ。完成する時ひっくり返るわけ、立場が。それがゾクゾクするほど気持ちがいいわけ。今まで僕が支配してた木がだよ、芸術作品として僕を支配し始める日があるの、命ができた瞬間なんですね。そう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 。そうするとね、売れても売れなくてもやめられないの。
ボンビーガールでもボンビーガールでもそうなんですね、まあ、余分な話になっちゃったけど、とんでもないです。感動いたしますというか、ね、もうありがとうございます。勉強になります本当に、はい、でもぜひ前島秀明さんの作品を実際に自分の目でご覧になって、ぜひぜひ、ねね、木に吹き込まれた命というのを、ね、見ていただきたいと思いますが、先ほども言いました10月にまず10月1日の土曜日から10月10日月曜日まで、はい、寸東郡清水町地域交流センター時空を超えた、木彫り芸術、前島ひ、木彫芸術前島秀明展、柿田川が開催されます。時間は午前10時から午後6時までです、はい、そしてですね、御殿場市の時の住処美術館、こちらにはね常時200点もの前島さんの作品が展示されていますので、ぜひ皆さん間近で木の命ご覧くださいね。はい、はい、今日は静岡市出身の彫刻家前島秀明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今聞きたい静岡の100人でした。ありがとうございました。